れ天敵だよね。違うかな。まずいろいろ気になるけど、もっと調べていいですか。分厚いガラスの向こうで寝ているような人影が見える。人がいます、刑事さん。うん、動く様子はないね。こっちに気づいていないのか。マジックミラーかもしれないね。まさか今さら生存者ってわけでもなさそうだけど、敵だとしたら気づかれるとまずい。とりあえずこっちから向こうに行く手段はなさそうだ。探索が終わったら静かに出よう。じゃあちょっといろいろ気になるけど、やっぱパソコン調べたいな。でも先にやっぱそのパソコンよりも他調べるか。機械の部品のようなものが散乱している。あれ、なんとなく材質が首輪に似てる気がする。ほう、それ重要だね。引き出しの中にはパソコン用のディスクが入ってる。何なのかよくわからないな。ちょっと詳しく調べよう。これだけラベルが貼ってあるな。お、一回監視カメラデータのディスクを手に入れた。重要じゃないかこれ。監視カメラ撮られてたのかもね、おまわりさんたち。他のディスクも気になるから適当に1個見つけろって持ってかない？まさかこれまでずっと。不思議じゃないさ。フロアマスターだけで見張れる数じゃないしね。考えればそうかもしれないけど、監視役がここにいた？映像が気になる。カメラなんてあった？全部気になるけど、映像気になるね。中の映像を見てみませんか。やっぱり気になっちゃう？はい。そこのパソコンを使えば映像は確認できそうだけど、見てみようか。そのためのパソコンか。これは冷蔵庫。開かない。扉は固く閉ざされている。てかやっぱ銀くんいないね。どういうことなんだろう。じゃあ調べよう。パソコン。パソコンの画面が光っている。なんだ、何かの映像が流れてる。おっと、えっ、おい、助けてくれ、お願いだ。これは、あっ、知らなかったんだ、何も。そこで聞いてるんだろ、助けてくれ。あんたどうしたんだ、こっちの声が聞こえるか。おい、返事をしてくれよ。誰にも言わない、約束する。これ今の映像ではないのか。録画された映像か。うわわわわわわわ。なぜここまでする必要があるんだ。決まってたはずだろう、彼女に。彼女、文句なんてない。私はただ平穏に暮らしたいだけなんだ。機雷を仕掛け。まさか私たちが集められたのは全て彼女のためなのか。指導員サラ。え、ここでサラちゃんの名前でかいね。くそ、殺してやる。組織のやつらも指導員サラも地獄で呪い殺してやる。見ちゃダメだサラちゃん。こんな、おそらくこれは最初の試練で犠牲になった人間の映像だ。え、そうなのかな。でもなんか口ぶりから明らかに組織の存在とか、なんならサラちゃんまで知ってたわけだから、カイさんみたいな感じで組織側の人間だったのかな。私こんな人知らない。何が何だかわからない潔白でし、もうこんなまず人知らないね。こんな人知りません。顔も見たことありません。だが彼はサラちゃんの名前をかりません。君はこのデスゲームと密接な関係があるのかもしれない。そうだね、お父さんも関係してるだろうからな。あのパソコンのね、メールとかからすると。そんな。でも私は本当にダメだ。言えば言うほど怪しく見えてしまう。一体私は何者なんだ。信じてください刑事さん。面白い。え？君の存在が俺たちの勝利の女神となるか死神となるか、命をかけてみるには悪くない。命をとっくにおまわりさんはそのつもりだよ。この命預かってくれるかいサラちゃん。いや荷が重いとは言えんよ。もちろん決意は固まってます。わかりました。刑事さんの命預かります。命かけます。これスペックな。懐かしいですね。セブミさん。それでこそ相棒だ。てってれてんてってでで。もしも私が死神だったら。そうだね。一緒に死んでくれるかい。いいでしょう。いいですよ刑事さん。これで寂しくないね。さてもう少し探索しようか。はい。いや何者だったんだろうあの人。普通のサラリーマンっぽかったね。会社員っていう名前の人確かいたよな。このメモにちょっと見てみるか。信頼。どこかずっと疑っていた。刑事さんは自分のことを話したがらない。ああちょうど出た。あ今あったな。会社員早坂って書いてあったね。元警察官。きっと話せない過去がある。言えない真実がある。それでも刑事さんは私にかけてくれた。私は刑事さんにかけられるだろうか。なるほど。ちょっと見ていいですか。あった 8.2%。 早坂俊介さん。多分さっきのは早坂俊介さんだな。まだ出てないのが、ボクサーの車田さんとか、ちょっと一回詳しく見るか。車田さんでしょ。あとこの木梨、あんず、あんこかな。もう出てないね。で、あ、鶴城舞さん。パン屋さんも出てない。で、あ、影山蘭丸も出てない。笹原めぐみも出てない。笹原圭かもしんないけど。これ K かめぐみかわかんないけど、これ警察官って書いてあるから、もしかしたら例の刑事さんの後頭部が映ってたあの映像のあの女の人の可能性はかなー、何捨てられないね。可能性としてはあるね。で、かんなちゃん、銀くん。で、この、宮戸、お宿、ひなこかな。中学生。この子もまだ出てない。で、月見誠かな。誠か進か。月見は多分合ってるでしょう。月見だったりしないかな。月見はないな。自営業 0.0%。0.0% ってのが何なんだろうな。自営業。一人だけなんかちょっと異端な感じがするね。でも月見って名前かっこいいな、名字。誠もかっこいいな。どっちか分けてくんないかな、俺の本名に。ということで、行きましょう。とりあえずまだパソコン調べられそうだね。パソコンの画面が光ってる。机に入っていたディスクを入れてみよう。パソコンは映像を読み込み始めた。さあ、監視映像。あ懐かしいな、おい。12345678910。あちゃんとサラちゃん合わせて11人いるわ。懐かしいですね。全員が初めて集まった時だね。やっぱり監視されていたんだ。あれ、この映像音が入ってない。あら、あ、おい、じゃあみんななんかちゃんと話してるね。はっ、サラ、サラちゃん、大丈夫です。何ですか？この映像結構長いね。要点以外は飛ばしてみた方がいいと思うんだ。そうですね。覚悟はできてる？え？場合によっては映ってるかもしれないよ。仲間の裏が。そうか、そういうことだよね。今軽い気持ちで見てた。すごい、確かに不審な行動が映っていたら刑事さんはまだ疑っていたんだ、裏切り者の存在を。そうだよね、あの会社員の人もなんかちょっと裏を知ってたっぽいし、で甲斐さんも知ってたでしょ。まだいてもおかしくないよな。みんなを信じる、覚悟はできてる、刑事さんこそ大丈夫。覚悟はいいが俺はできてる。覚悟はできてます。 OK だ、見てみようか続きを。そして刑事さんは映像の続きを再生し始めた。私たちのこれまでの行動が流れる。主まだみんなが生きている頃の記録。怪しいところがないか飛ばし飛ばし見ていく。そしてザラちゃん、大丈夫です、続きを。強いね君は。なんだ？あ！九太郎かこれ。なんだ？広場でカードを置いた？一度目のメインゲームで使ってた役職カードだ。今一体誰が置いたんだ？ああ！九太郎さん、うわ、この時からすでに動いてたのか。今度は誰かがそれを拾った。この袖は蒼さんか。あ、やっぱりそうだ、蒼さん。予想外だねこの映像は。まさか役職カードを仕掛けたのが九太郎だったとは。待ってください、振り返って考えてみるべき。どういうことですか？振り返って考えてみるべきだ。とりあえず過去にも同じような話をしましたが、カードを仕掛けたのは蒼さんだったはずです。ああ、そうかそうかそうか。蒼さんはカンナを利用するために酒場である作戦を実行しました。持っていた身代カード、ごめんなさい、身代わりカードを置き、カンナに拾わせて自分が持つ平民と交換したんです、恩を着せるために。そして蒼さんはその身代わりをジョーに拾わせた。全て蒼さんが仕掛けた罠だったはずです。だからその最初に持っていた身代わり、蒼が持っていた身代わりは九太郎によって拾わされてたってことか。だがこの映像を見る限り最初にカードを置いたのは九太郎だ。そうはそれを知り利用したに過ぎない。そんなさ、映像も残りわずかだ。混乱する頭を整理しながら再生ボタンを押した。やっぱりこっそりとカードを置く九太郎さんの姿が何度も映っていた。そして蒼さんがそのうちのいくつかのカードを拾い、やはりカンナと交換をしていた。全部事実。増える謎と解けていく謎。もやもやする気持ちを抑えながら残りわずかな映像を流す。あれ、ジョーとカイさんが何か話してませんか？あれ、この接触初めて見るね。この表情のジョー久しぶりに見たな。ん？この表情のジョー、この表情なんちゃって神妙な顔つきだね。二人だけで一体何を。こんなことがあったなんてジョーには教えてもらってないぞ。でもなんか相談事っぽかったな。音声が聞こえれば。映像で怪しいところはこれくらいか。時間食っちゃったね。そろそろここ出ようか。このディスク、サラちゃんが持っておいてよ。はい。収穫はあった。あとは銀を探して脱出につなげるんだ。とりあえずちょっと一回相棒使っていい？あ、なんもないか。ダメだ。じゃあ戻ろう。あ、普通に戻ってくれる。うお、びっくりした。にゃー、銀。今の声は銀。どこだ銀。声に耳を澄ませる。どこだ銀。どこだ銀。静かに。おまわりさんたちまで危険になるよ。あー、ごめんなさい。考えなしに。どうしたら。もう声は聞こえない。状況は変わった。安全を考えるなら一度戻るべきだけど。そんな、銀を見捨てるんですか？諦めません、私は。そうだね。探そう、サラちゃん。もう失うのは終わりにしよう。はい。お前好き。俺は好き。どこ行った？隠し部屋か？いない。食堂か？あ、なんだこれ。机の上に何かある。これは鍵？こんなの見てる場合じゃないけど気になるね。さっきまではなかったよね。うかつに触らない方がいい気もするけど。いや、取ろう。タグ付きの鍵を手に入れた。あっ、まずい。広場から誰か来る。えっ、調理室に隠れましょう。銀を見つけないと。いや、でも見つけないと。銀を見つけないと。ごめんね、サラちゃん。えっ、刑事さんに抱えられて調理室へ運び込まれた。いや、まあそうだよね。今のはちょっと俺があえて取り乱す方の選択肢を選んじゃったな。近いね。静かに。銀。ドアの近くで足音が止まった。あ、ホエミ。二人組だね。一人はホエミ。小さく話し声が聞こえてくる。取り逃がしたのか。すいません、ここに置いた鍵が。なくしたのか。はあ、まったく諦めろ。ホエミハテナになってるな。金は無事なのか。でも取り逃がしたって言ってたね。もう一人の人物は一体誰。いいか、ガシューの好きにさせるな。ほう、奴はデスゲームを壊そうとしている。ほう、え？分かってます。モニタールームには監視機能があるはずだろう。青い配線をつなげるんだ。しっかりと画集を見張れ。あなたがなぜそれを。それともう一つ、ノエルの頭部にあるチップを必ず回収するんだ。ノエルの頭部？あのチップはこの施設のセキュリティを崩壊させる脅威だ。セキュリティを崩壊させる。お静かに。誰かが聞いていたらどうするんですか。楽しいことになるでしょうね。それと、あっ、しまった。こんな時にパッドが。誰ですか。逃げるしかない。うわうわ、交換のタイミングえぐいな。はあ、間一髪だったね。いやでも銀くんが、でも銀がまだ。少なくともあの二人組に捕まった様子はない。おまわりさんたちにできることを考えよう。できることって二人組の会話をまとめる、カードの役職を確認する、どっちも気になるけどまずはちょっと会話をまとめたいな。あの二人組気になることを言ってましたよね。ああ、ノエルの頭部のチップがどうとか、それとモニタールームの監視機能って言ってたよね。どういう機能かは分かりませんが、もし全ての階の監視カメラが操作できれば、もう一度1階に乗り込んで捕まるよりはマシそうだね。よし、行こう、サラちゃん。その前に、一応ですがカードの役職を確認しておきましょう。さっきのうるさい音は交換のシグナル。そうだね、誰かのカードが交換されたはずだ。鍵盤。あ、鍵盤は変わってない。4分前に2度目の交換が行われました。私は鍵盤のままだ。おまわりさんも平民のままさ。私たち以外の誰かが。余計なノイズがなくて助かった。さあ、モニタールームへ行こう。モニタールームってあの AI、三島さんの AI があったとこだよね。一回セーブします。OK、セーブしました。さあ、それじゃあ、行きましょう。誰も見られないでね、一応。誰もいないね。モニタールーム行きましょう。割られてるね。モニターの手前には複雑な割に簡単な機能しかない機械がある。どうしよう。機械の下を探る。適当にガチャガチャ触る。ケインさんに任せる。まあ下を探ろう。足元を見るとコンピューターのように様々な配線が接続されている。確か青の配線って言ってたね。っていうかでもさ、もう一人会話してた人は誰なんだろう。よく考えたけど、青い配線をつなげとか、でもなぜそれをしてるんですかってことは、やっぱり組織側の人間で、なおかつホエミーが知らないというか、普通だったら握れないような情報も知ってる人なんだよな。でなおかつあの喋り方で内通者なのかな、参加者とは別の人なのかな。少なくともこの会に出入りできる人というのは確実だね。モニタールームに来れる人間だから。つなげてみましょう。足元の青色の配線をコンピューターへつなげた。おお、すげえ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 、すごい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 、全部見れるじゃん。一回もあれだね、最初の試練の部屋も映ってるね。当たりだね。これが監視システム。銀はどこかに映ってないか。銀くん、映ってないな。ああ、普通にこれタッチした方がいいのかな。真ん中のモニターには誰もいない寝室が映っている。あれ、この寝室何か変だな。どうした。あ、モニターが繋がってる。うおー、え、なんだどういうこと。あれは三島先生の人工知能。あっ、なおちゃん。え、はあ、戻りました。なおさん、本当にこれでよかったんでしょうか。ええ、お疲れ様です、なおさん。あなたの安全が守られてよかった。でもこれじゃあの人が。先生、私はどうしたら。うわー、分かったな。とりあえず分かったぞ。私を信じるのです、なおさん。あなたを守るために奇跡的に私は復活したのですから。私の言葉通りにね。はい。いや、怪しいぞこれ。三島先生か。本当に側だけじゃねえの。なんならこれ人工知能じゃなくて誰かが操ってるんじゃないか。なんかちょっと怪しいね。でも今一回ちょっと推理をやらせてもらうと、多分なおちゃんこれ確実に身代わりだっただろう。で、多分今のは電話から帰ってきて、その交換で誰かを代わりに犠牲にしようと思ってるな、多分ね。でそれを仕向けたのは三島先生のこの人工知能 AI。 まあ本物かはまだわかんないけど。さあ、にっこり笑って。明るいなおさんが私は好きです。はい。素晴らしい、いい教えを持ったものです。ええ。どうなってる。まずいね。刑事さん、あの三島先生は一体。なおさんの行動は変です。とりあえずあの三島先生は一体。復活したって言ってたけど、もともとはレコがここで破壊した人工知能だよね。難しい話だよね。人工知能ってデータ的な存在だから、敵さんがやろうと思えば再生もコピーも自由なのかもしれない。そうなると死ってよくわかんないよね。そんな。もっと恐ろしいのは、人格を都合よく作り変えることも可能かもしれないってことじゃないかな。なおちゃんの部屋にだけモニターがあるのも怪しいし、フロアマスターは何が企んでるのかもね。いやー、これはさっきの発言、あの2人の会話の発言もあったけど、ガシュウがこのゲームを確実に混乱に陥れようとしてるのは確かだね。多分あれもガシュウでしょう。違うかもしんないけど。そんな。ナオさん。いや、心配よ。他ちょっと見ていく。じゃあ。左のモニターには誰もいない寝室が映ってる。特に誰も映ってない。なんもないな。ん？嘘の間か。レコさんの遺体とトトノエルの残骸が今も残ってる。嘘のままちょっと後々行かないとダメだね。三島先生の人工知能がいたんだよな。何も映ってないね、特に。誰かの寝室の前に人が立っている。あれは九太郎さん。部屋の主と会話をしてるのかな。ほう。すべてのモニターをチェックしても銀の姿はなかった。そうだね。てかそれ以外の人はみんなとりあえず寝室にいるのか。今もこの監視システムは3回しか映ってないんだ。やっぱり銀はまだ1階に。まずい、誰がこっちに来る。え、ガシュだ。監視システムを切るよ。おや、お二人で一体何を。出たな、カニヒゲじじい。野暮だね。甘いひとときだよ。やかましいわ。いやいや、これは失礼。邪魔したついでに教えてよ。このモニターって全部人工知能が入ってる？その通りです。最初の試練を突破した候補者の人工知能が並んでいるのです。ほう、それヒントだな。最初の試練を突破した候補者の人工知能。へえ。わかった。言っていいよ。続きをするからさ。あ、はい、ごゆるりと。続きをするからって言い方やめろ。ガシューも何とも思わないの？甘いひととき過ごすなら別に寝室でよくないっていうさ。さて、どうするか。もう一度一回言え。ノエルのチップを回収するべき。あー、チップ回収かな、これは。そうだ、今のうちにノエルのチップを回収するべきです。銀のことはいいのかい？もちろん心配です。でも銀はもうただの子供じゃありません。きっと逃げてここへ戻ってきます。いやでもそれもちょっと無責任だな。本当はどっちも助けたいね。チップだけさっと回収してもう一回行きたいんだけど、ダメかな。そのためにもおまわりさんたちが脱出の方法をつかんでおくべきか。それが信じるってことかもね。行きましょう。嘘の前行くか。あ、待って、ちなみに一応ね、モニタールームでなんもないか。戻ろう。ロビー特になんもない。これガシュ見れたりすんのかな。あ、ダメか。心を感じるには共に過ごした時間が必要だ。ああ、そうなんだ。それヒントだね。二人きりで過ごすというのもまた選択でございます。ポがなんなんだそのポは。ずっと気になってるぞ俺は。おっ、ハンナキ。あ、お二人ともどちらへ？ちょっと嘘をつきたくなったから嘘の前。あ、ダメです。今ちょっと立ち入り禁止でして。あ、話しかけなきゃよかった。待ってくれハンナキ、勝手にそんなの。ですがこれ以上遺体を放置するのは供養しないと。仕方ない、後に使用されちゃう。わかりました。じゃあもう急いで行くかと見せかけて。ああ、ダメか。あわ、サラさん、ちょっと今嘘の間立ち入り禁止なんです。ダメか。じゃあ戻ろう。おお、殺してやる。なんだアリス。何をするのですか。黙れ。まずい、アリスさんが怒りで我を忘れてる。頑張れアリスさん。いやあかん。やめさせよう。アリスさんが死んじゃうかもしんないから。どうしたんですかゴンベ。こいつは今拳銃を持っていない。待っていたんだこの時を。何の騒ぎせよ。お、みんな続々と。ああ、久しぶり。お久しぶり。あ、アリスさん、おやめください。笑わせてくれる。貴様も命は惜しいんだな。違います。皆様の命を守らねばならない。ああ、何人も殺しておきながらふざけるな。さあ、出口を教えろ。さまないと貴様を。出口などないのです。いい加減にしろ。なら貴様らは全てが終わった後どうやって帰る。アリさんはガシーの首に手をかけた。なんだと。え、なんなのよそれ。ふざけないでちょうだい。お分かりいただけましたか。え、何？あっ！私どももここから出られないのです。すべてが終わるまではね。首輪、フロアマスターも同じように。何なのよ。でもあれだね、俺たちがつけてる首輪とはちょっとデザインが違うな。あんたたちは何がしたくてこんなことを。全ては使命なのです。ここにいる誰もが。では失礼します。引き続きメインゲームまでの残り時間、悔いのないようにお過ごしください。手口がないなんて。諦めるかい。諦めるなんてありえない。私が諦めるなんてことはありえません。あはは、偉いな、サラさんは。さすがは頼れるリーダーだね。そうさん。そんなサラさんと刑事さんに大事な話があるんだ。話？なんだろう。